一種のレジェンズが出た時に襲ってきそうなポケモン。ペンドラー族やアイアントはすぐ襲ってきそう。砂の中から襲ってくるメグロコ一族怖すぎる。クルミルクルマユ、おとなしい。母子守、やばい。クルミル、お母さん。親分母子守、人間、殺す。ヒダルマは何かしらのイベントかリージョンがありそう。ヒダルマはこっちを発見したらドラミングしてからすごい勢いで走ってきそう。ミルホップは集団で襲うと思う。御三家は大剣器はレジアルでもう実証済みだけど残り2匹はどうなりそうだろ。キバゴは中立タイプっぽいオノンドウのノクスは問答無用で殺しに来る。ジェローダは手を出したら人間無勢が、って切れてくるタイプかな。同じプライド高い系のエンペルトがそうだったしな。クリムガンとか明らかにヤバいでしょ。設定の時点で凶暴だし。関節源の雪ハミエリアにクリムガンもうろついてるんだけど大丈夫なのかなあれ。ガモスも中立な気がする。可愛い顔して、そういや図鑑説明おっかなかったなお前。ってなるワクプルリル。人もしは不安手枠か？その2種族は間違いなく不安手枠だろうね。砂漠地帯は BW2 のサンドとナックラー含めても血の気盛んな奴多そうで怖い。演武王さんは仲間には優しいらしいので割と気さくにポージングしてくる合力ワクと見た。コリンク一族のせいでゼブライカが怖いよ俺。シンボラーがあの見た目で中立枠だったら笑ってしまうかもしれん。ポケモンスナップのシンボラーの威嚇がめっちゃ怖かったからあんな感じで襲ってきてほしいな。親分個体がストーリー進行中に夜遺跡とか守ってるやつ。ヨーテリーとミネズミはビッタ枠。打撃嘆きもわからねえな。襲ってくるのもピンとくるし。人間よ何用かって寄ってくるのもピンとくる。個人的には一種の合力枠のイメージ。襲ってくるとしても敵対というか腕試しっぽい感じで。どっちにしろ攻撃だから危険。それはそう。あれ周りで戦っても襲い出すから腕試し的な意味合いできてるのかな。クシッと一礼してから襲ってくるとか。ジュリネ族は間違いなく有効的。エルフーンはスボミー枠だろ絶対図鑑を読みながら。翡翠ドレディアはすぐ気づいてきて襲いに来るけど本家ドレディアは何もしてこないんだろうな。人懐っこいと言われてる墓地ですら襲ってくる枠だったから野生ポケモンが襲いかかるのもじゃれつくのも人間からしたら同じようなもんなのかもしれない。だとするとハーデリアもちょっかいかけてくる側の可能性もあるのか。トレーナーにすごく忠実で大昔からトレーナーの手伝いをしてきたとか、初めて人のパートナーになった説があるって図鑑に紹介されてる作品もあるホワイト、ソード。ただし下に見てる相手の言うことは絶対に聞かないって書いてる図鑑もあるんよねムーン。人もしはマスコット面でも人気だから襲ってきたらびっくりする人を襲う。人もしが襲わなくても、ランプラーは襲いそう。人もし有効的だと思ってたら実はじわじわ体力削ってきてるとかない？戯れてたらピコンピコンってなってたり視界が黒くなってそう。なんとなくエルフーンあたりがヤバい気がする。コジョフー、なんだお前テコテコ近づく。コジョンド、殺し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 。親分エモンガとか普通に怖いかと言われるとあれだが、デスカーンは普通のサイズでも別ゲーになりそう。アゲハントが翡翠デスバタフライとかしていた時点でもう何も信用できない。一応アゲハントが過激な性格なのは DP の時点で図鑑にあったような。ほんまや、ルビー以来だったから初めて知った。コリンクとスボミーのトラウマが言えないので誰も信用できない。俺にはビッパとエイタムしかいないんや。気づいたらこちらを無茶苦茶な数で囲んでくるマラカッチ。でもアゲハントってハルカの手持ちで印象に残ってる人が多いだろうし、そのイメージを裏切られた。って人が大半だろうなとは思う。そもそも現実の蝶々もなかなかに満足なので。大紫ぐらいしか思い当たるのいない。はるかのアゲハントはアゲマルのごとくケムッソ時代から育ててたからな。ウルガモスは襲わないだろう。こっちを見つけたら熱をかけてくるだけで。酸欠で死んじゃう。エモンガはどうなるんかな。逃げるタイプも有効的タイプも容赦なく電撃浴びせてくるのも想像つく。パチリスみたいに一回だけ電撃放ってくるのも想像できちゃう。多分根は回復してくれる優しいハピナスポジになりそう。多分根は逃げる枠では、まさにハグメタ。ユニランランクルスは人間さん何してるのな有効的タイプだろな。というか SV でそうだったし、キリキザンは忍者走りで追いかけてきそう。ホイガはものすごい勢いで転がってくる。近づいてきては道具盗んできそうなチョロ猫。モンハンのメラルー的な。ペンドラーは不死での時点で多分パラス枠。ジュルップとジュルズキンは100回よろしく絶対襲ってくる。コジョフーコジョンドも襲ってきそう。ローブシンはコンクリート技術教えるとかで古来から人間と交流あったような技術あるし中立っぽい。プルンゲル絶対怖い。マメパトは寄ってくるか逃げるタイプのどっちかだと思う。逆に波動冒険フォローになったら無関心枠になりそう。SV のケッキングみたいな。プライド高いゆえに人間なんぞに興味ないみたいな。
一種ならぶっちぎりでサザンドラが凶暴なイメージ。人もしはよちよちこっちに近寄ってきたと思ったらだんだん画面の円が黒くなってビッテ爪になりそう。初見殺しすぎる。キリキザンと小刀は集団で襲ってきそう。ビッパ族と同じと思わせて絶対にサツルマンだったヨーテリー一族。コジョンドは画面外から飛び膝蹴りしてきてほしい。アルセウスにはダイビング要素なかったけどもし一種のレジェンズでダイビング要素があるなら潜ってる途中で気づいたらプルリルがこっちを見てる、みたいなホラー展開があると嬉しい。むんな、ムシャーナは有効型そう。直接命を狙いに来ないだけで眠らされてるうちに他のポケモンが襲いに来るパターンあり得る気がした。チラーミー、チラチーノの有効型タイプ感。ムンナはすぐ逃げそう。親分ムシャーナが夢の跡地くらいの場所にいるはず。マルマルップたちは多分有効的。マルマルッキーに進化したら多分襲ってくる。デスマスはゴースワク艦古代の城の中に親分デスカーンがいて遠隔攻撃してきそう。